最小寺は、東京都世田谷区大使堂4丁目にある、天台宗の寺院。関永寺の末寺の一つである。通称教学院。正式名称は、筑園山最小寺教学院。目青不動の通称でも知られる。寺の縁起によれば、王朝元年、元王王将によって、江戸城紅葉山付近に創建され、太田道館による江戸城追記により、麹町貝塚に移転、後に、 赤坂三分坂へ移転したという。その後、慶長九年、青山南町に三千坪の土地を与えられ移転し、明治四十二から四十四年、大上官布告により三か年の期間を経て、現在地に移転したという。上記の縁起を信じれば、鎌倉時代の創建ということになるが、元王,王将による創建を、慶長九年とする説もある。明治八年には当時青山にあった。 境内地のうち百坪に陽道学校を創立。これが後の青山南町小学校となった。明治15年には当時麻布谷町にあった官行寺が廃寺になったことに伴って、本尊の不動明王像と前立の不動明王像が最小寺に移された。この不動明王像は江戸五式不動の一つの目青不動と呼ばれるが、五式不動の故障自体が、 近代に入ってからのものであることが指摘されており、正確な造造事情は不明である。境内には、小田原藩大久保氏、小木の山中藩大久保氏、カラス山藩大久保氏の歴代藩主の墓がある。最小時観光、旅行ガイドグル旅、竹内秀夫、世田谷区史跡散歩学生者、1992は、創建を、慶長9年、青山への移転を、寛永8年とする。 ありがとうございます。